はい、本日はですね、買ってよかったもの10月編をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで10月結構買いましたね。いろいろ購入したなって感じなんですけども、その中でもね、激戦に激戦を選んで3つを選ばさせていただきました。もう最近トップ5はちょっと難しい。トップ3ぐらいじゃないとね、やっぱ1ヶ月ってやったらそんなに5も6も出てこへんから3なんよ。1枚いいのが3ということでね、3つご紹介していきたいなと思うんですが、これ実際使ってみたら、あれ？ちょっと微妙なところというか、ちょっとこういう人向いてへんかなっていうのがね、その 3,2,1 それぞれにあるんですよ。だからね、ランキングとしてはまあまあ、妥当なとこ、ああ想像した通りやなぐらいな感じなんですけど、それぞれね、この人はちょっとやめた方がいいかもしれませんとか、まああったりしますので、まあ今日もね、そんな感じで、お伝えしていこうと思いますので、本日の流れとしてはトップ3が 3,2 で、そっから番外編に行って、番外編を3つガンバンバンとご紹介して、で最後1位になって終わりたいなという、いつもの準備でいきたいなと思いますので、まずは3位からいきたいなと思います。第3位はですね、こちらのディフィーバッグ。このリュックね、結構良かったですね。っていうのもね、止水ジップ使われてて、その水を弾いてくれるって、もうつい最近出した動画であったと思うんですけども、僕がこれをね、レアトリアっていうショップで購入して、すぐにね、その後完売になったらしいんですよ。だからまだレビュー動画上げてなかったんやけども、やっぱり視聴者さんもね、こう防水とか撥水とか、こう水に強いリュックやっぱ探しはんねんなと思ってね、さすが似た者同士ですよね。まあそんなところでね、ランクインしました。ただね、これまあちょっと触ってみて感じるというか、実際背負ってみて感じるところであるんですけども、この背中のところにもうちょっとなんていうのな、結構固めの芯入ってる方が僕好きなんですよね。これ全体的になんていうの、その芯とかは入ってなくて、生地自体が丈夫っていうことで、もういかにもね、軍とかで使われてるような、まあ、どんな形のもの入れてもね、成り立つようなリュックやねんけども、まあ、僕としてはこうしっかりガジェット系のね、リュックなんかどっちかって好みやから、まあ、その辺でね、第3位になりました。だからまあ機能的にはもう全く申し分ない、これよこれこれこれっていう感じやねんけども、ちょっともうちょっと硬い方がね、好みなんかなというところで第3位にさせていただきました。こういうの分かる人分かるでしょ。こうガシガシした感じというか、まあこれね、僕が使ってるやつなんですけど、このリュックの方がね、どっちかって言ったらなんていうのな、こうギア感があるでしょ。男っぽい感じのリュックやと思うんですけど、こっちの方がどっちかだとシンプルな感じなんで、まあ女性でもモテちゃうんかなとは思うんですけどもね。まあでも機能的にはね、もう全く申し分ないから、結構しかも高いんですよね。これ4万なんぼするってめちゃくちゃ高いやんけと思ったんですけども、すぐ完売したって言ってたからね、持ってまんないで、皆さん持ってまんない感じなんですけど、まあこれが第3位ということになってました。では次第2位に行きたいなと思います。第2位はあれなんですよね。こちらのデナリパンツで、これなんでデナリパンツが第2位に入ったか、そしてデナリジャケットはなんで2位に来なかったんかっていうところもね、今からお話ししていこうと思うんですけども、このデナリパンツっていうのはね、僕はフリースのパンツって今まで履いたことなかったんですよ。でこれ見ていただいてる方もね、パンツは確かにフリース履いたことないなと、フリースのジャケットは着たことあるけど、パンツってあんま履かんよなと思うかもしれないんですけど、やっぱりね、フリースのパンツってあったかいんですよね。だからまあちょっとね、よく見てもらったら毛玉とかいっぱいついてるんやけども、まあ、それぐらいね、まあ、これからの時期とかやったらちょっと寒なってくるからね、こういうあったかいパンツっていうのは扱えるかなと思ったんやけどもですよ、けどもまあ、もちろんジャケットよりかは意外性があったから第2位にはなったんですけども、けどもなんで2位やったんかというとね、やっぱりフリースのパンツってね、重ね着せんと外で履けないんですよ。でなんでなんかっていうとね、やっぱフリースって風めっちゃ通すでしょ。だから秋口とか冬場にね、これだけで外出たらめっちゃ寒いと思うんですよね。だから1枚で使うってなったら、こう部屋とか室内でやったら使えるねんけども、外で履くこと考えたらちょっと使いにくいかななんて思ったんでね、第2位にはなりました。だからまあその人の用途だから、部屋とかでしか履かへんっていう方やったらね、いやめちゃくちゃええやんってなれるし、いや外でも履きたいんよっていう方からしたらね、ちょっとフリースのパンツはこうデナリだけじゃなくて、他のパンツもいっぱいフリースのってあるじゃないですか。ちょっとフリースのパンツはやめた方がいいかもしれない。やっぱり寒いからね、ちょっとジュニアの方がね、ブルブルっとこうちっちゃくなっていくっていうところもあったりすると思うので、まあご自慢のね、マグナムをね、しっかりいい状態に保つっていうところでもね、やっぱりちょっとフリースは外で履くにはちょっと微妙なんかなというところで第2位になっております。まああったかいのはいいんですよ。もう誰がどう考えてもあったかいですが、フリースのパンツなんてそれはモコモコであったかいやないかっていうことなんですけども、まあその辺かなというところと、あとね、これ嫁に言われたことなんですけどね、これ確かに嫁目線やから分かるなと思ったんですけど、フリースのね、素材変わってないって言われたんですよ。ノースレスです、フリースの素材変わってないって言われて、いえその通りやねんっていうか、なんで俺の動画見てないねんってことなんですけどね、旦那がこんだけフリースの素材変わってますよ、ノースレス変わってますよって散々動画で言い続けてるけど、嫁全く僕の動画見てへんからね、なんかそういやフリースの素材変わってるよねって言われて、そうやねんけど、まあよう気づいたなっていうことでね、なんかフェルトみたいって言うね、あ確かに一番それが的確な表現やなと思って、こう質感がね、フェルトみたいな質感してるんですよ。だからちょっとまあ安っぽく見えちゃうっていうところもあってね、まあ、第2位やのにここまで辛口で言うのもちょっとあれなんですけども、まあそんなところで部屋で履く分には全然いいかなというところで第2位ということになってます。では次第1位に行く前に番外編に行きたいんですけども、番外編がね、これが僕がよくヘビーローテーションで使っ
ってるやつなんで、まあ当たりでしょと、外れないでしょというところなんですが、それがね、まず一つ目がこちらのマスク。これよくね、僕つけてるんですけどね、こんなもん前からお前持ってたやんって感じだと思うんですけど、実はこれ僕なくしたんですよ。でどっか行ってもて、うわなくなったわ言うたんで、もうまたね新品のやつ購入してね、今これ使ってるんですけども、このマスクはね、この中のやつをねこうポチって外して中変えていくだけなんですけど、まあ別名伊勢谷友介マスク、まあもしくは卓造マスクっていうことでね、巷で有名かなと思うんですけども、何がええってね、夏場は暑いんですよ。だから夏場はねこれ持たん方がいいですよって僕結構会った人に言うんですけども、冬場とかはね結構ねがっつり守ってくれる、50からなんかになって 5層になってるからね、結構守ってくれるから、まあ金もそうやねんけど、それ以上に寒くないんですよね。だからチャリとか乗ってね、これでマスクして乗ってたらね、全然ここ寒ないし、むしろちょっと汗かいてくるぐらいこう風が通ってこないんでね、まあ、これはね僕がヘビーで使ってるんですけど、だいたい変えるタイミングはね1ヶ月に1回か2回ぐらい中のやつ変えたりしてますし、僕めんどくさいからねこのまま洗ってます。中のね生地がね紙かなんかやからね、まあ洗ったらね乾くんですよ。だから洗濯機ぶち込んでね、そのままパッとつけてね、これも昨日洗ったばっかりなんですけど、まあそんな感じで洗って、もうへたってきたなと思ったら新品に変えてるという感じですね。はい、これがまず1つ目で、次2つ目っていうのがトマトジュースですよね。これも毎月ヘビーで買ってる、毎月もう絶対もう定期便みたいな感じでね、月始めになっては買って、でまた月始めになっては買って、もうこれずっと毎月繰り返しててね、まあおかげでね肌が荒れてないと言われたらそうなんかもしれんけども、もし仮に僕の肌に興味がある人がいてるんやったら、まあ使ってる化粧水とかね一旦全部ご紹介するっていうことをね、どっかセカンドチャンネルもしくはサードチャンネルぐらいでご紹介してもいいかなと思うんですけども、メインでねそんなことやっても誰も興味ないからね、ちょっとそれどうかなっていうところで、トマトジュース、これもちょっと健康のためにどうですかと。でセットで買ったらね割安やからね、それをまあ僕は購入してるんですけど、まあ今回紹介してるやつはね全部下の動画説明欄貼ってますが、それをね96本入りかななんかを購入しておりますっていうのが2つ目で、3つ目が何かというと、これ最近初めて買ったやつなんですけど、インフレーターマット。これキャンプの時にね下に引くマットなんですけど、これめちゃくちゃいいやないかと。何がええかって言ったらね、空気をね入れてマットにしていくんですけど、空気入れる時ってね口でフー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 膨らますんかなと思ったらね、なんかネジってねキャップルルルって回したらね勝手に空気ヒューって入っていくんですよ。だからそれこそねこうキャンプの時に使うのもそうやねんけども、僕とかやったらここオフィスじゃないですか、オフィスでちょっと仮眠しようかなっていう時なんかはね、それくるくるくるって開けたらね、もう気づいたらマット出来上がってるからね、よしちょっと寝よっかって言ってねゴロンチョできたりするので、ね、結果比較的値段も安いんですよ。だからキャンパーでも人気らしいんですけどね、6000円とかぐらいだから5000円6000円ぐらいで買えるということで、まあ簡易ベッドとしてね使えるんかなっていうところで、こちらが良かったところ第3つということになっていますので、最後はね第1位に戻りたいなと思います。買って良かったもの10月編第1位というのがあれなんですよね。そう、皆さんも予想できてたこちらスブとナンガのコラボの冬のサンダルになっております。でこのサンダルね、もうまあ買う前からめちゃくちゃ良くて、おそらく第1位になるやろうなと思ってたんですよ。その買い物してるからね、あこれ多分今月一番いいやろうなと思ったんですけども、これね合わん人もいてます。っていうのもね、僕これずっと今外履きで履いてるんですよ。でこれ履いてコンビニ行くこともあるし、これ履いてチャリンコ乗ることもあったりするんですけどね、これの欠点見つけちゃいました。嬉しく言うことじゃないねんけどね、第1位やからめちゃくちゃいいねんけども、これどんな人に向いてるんかっていうのと欠点があるんですよ。でまず欠点から言うとね、何が欠点かっていうとね、靴下履いて履くじゃないですか、めっちゃ滑る。だからこの足が中でねこうくるんくるん滑るんですよ。で歩いてるぐらいやったらね全然わからへん、もう別にめっちゃいいやんって感じやねんけども、チャリンコとか乗って体重グッてかけたらねサンダルがプルンって滑るんですよ。だからこれで走ったりしてもちょっともしかしたら中滑るかもしれんっていうのがちょっとデメリットの一点ね。でおすすめの人はね、やっぱりこの中の気持ちいいフリースを感じたいんやったら靴下履いてあかん。靴下履いたらねなんかよく分からへん、そのふわふわ感は分かるけども、その肌触りの良さっていうのが全く感じられへんからね、やっぱりこれをほんまに 100% 感じたいんやったらやっぱ部屋履きですね。裸足で履いて部屋履きするのが一番いい。で嫁にも言ったんですよ、もうこれ部屋履きが多分一番スペック発揮できるから部屋履きにした方がいいでって言ったんですけども、もう時すでに遅し、もう嫁それ履いて整骨院行ってもたりしてたからね、あもう外で履いちゃったって言ってね、ああ残念っていうことで、まあ我が家はねもう開き直って外で履くようにします。まあ、これからね購入される方とかはね、できたらこれを部屋にね持って行った方がこの最大限のこのスリッパの良さをね発揮できると思いますので、いいんちゃうかなと思ってます。まあただこれ焚き火シーズはね外で使う用としてば考えられてるから、まあまあしゃあないかなと思うんですけど、防水の方はねこうやっぱ台所とかでもね使えたりするからね、やっぱ部屋履きの方がねよりこの肌触りのいいこの裏側のモフモフ感も感じれるし、なおかつクッション性もいいし水にも濡れへんっていうところで、まあ、最高の部屋履きになるんじゃないかなと思います。多分僕と同じような感じ
の人いてるんちゃいます、これ買ったのはええものの確かにちょっと足滑るよねと、で外で履くんやったら絶対靴下履いちゃうからあんまりふわふわ感感じれないよねっていうのって、あ、わかるわかるって今多分このカメラの向こうで言ってくれてる人いてるんですよ。まあそれがねちょっとまあどうかなと思うんですが、まあただね値段的に言うても7、8000円以下ぐらいで、オリジナル商品に関してはね5000円以下で買えたりとかするんで、まあそれで冬用のサンダルって考えたらまあええんちゃうかなと思います。もうガンガン僕履いちゃってるんでね、こうシールつけたまま履いちゃってるから、これもうこんなことになってるけど気づいてなかったな。まあこの辺がねちょっと B 型であるゆえんが発揮させていただいてるんですけども、まあこんなところが10月のランキングということになっておりました。まあちょっとね11月はねまたダウンジャケットとかが出てきますので、まあ小物はちょっとどうかなって感じなんですけど、また買い物もね行くつもりではいてますので、まあ買い物行った時にまた小物買ったりするかもしれんし、またなんか増えるかもしれないんで、またそれはね楽しみにしていただければなということで、また11月もまだまだ増えると、そして来月はどんなものが出てくるのかっていうのもね楽しみにしていただければいいかなというふうに思いますので、本日はですね10月に買ってよかったものトップ3を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。